こんにちは、青い彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、腕時計の話ではないんですけども、私自身ですね、以前ちょっと興味があって、銀製品というかですね、銀の現物みたいなのをちょっと買ってる時期があって、久しぶりにですね、私自身証券会社とかで金銀プラチナの積み立てとかをですね、毎月こうコツコツやってはいるんですけど、銀とか金の最近の相場どうなってるのかなみたいな感じで、YouTube の動画を見てたら、たまたまですね、その貴金属系の、YouTuber の方がいらっしゃるんですけども、某 YouTuber のですね、有名な、その方の動画を見てたら、なんかインゴットですよね、純銀のインゴットを入手したみたいな動画があって、俺もなんかそれ欲しいなみたいな、純粋にですね、その投資とかどうというよりも、単になんかその純金、金じゃないですけど、銀の塊、俺も欲しいみたいな感じになって、ちょっとどうやったら買えるのかみたいな感じで調べ始めたんで、ちょっとですね、動画にしてみようかなと、ちょっとネタですね、ほんとエンタメ感覚で、多分完全に金儲けからすると、かけ離れた話になって、もう本当、金儲けするんだったら、もう証券会社とかで、金銀積み立てした方が、間違いなく儲かると思うんで、儲かるっていうか、その投資の案件っていうかですね、もう物件としてはいいかなと思うんですが、今回エンタメ要素も含めてですね、動画のなんかネタになるかなと思って、今回ちょっとそういうのをやってみようかなと思いました。で、ここ映ってるのはですね、僕は過去に買ったことがあるですね、これ1オンスっていう31グラムですね、ファインシルバーっていうですね、これ49っていう 99.9% の銀でできてます。いわゆる純銀ですよね。というやつが、これ2つがあって。あとこれ三国志のですね、中国の人民銀行が発行したですね、なんか記念コインみたいなやつなんですけど、こういうのがですね、純銀の製品があって。あとちょっと探せないんですけど、アンティークコインとかはですね、ほんと10年ぐらい前に、好きで何枚か購入して取ってるんですけど、そういったものがあってはいるんですが、インゴットをさすがにちょっと手に入れたことがなくて、今回ですね、ちょっと買ってみたいなというふうに思いました。で、ただですね、いろいろこう調べると、やっぱり今、純銀インゴット自体の人気があるみたいで、こう、買ってる人が結構多いみたいなんですよ。1キロとか500キロ、500グラムとかですね。で、その貴金属店が販売すると、すぐに売れちゃって、買えないみたいな状況にあるみたいで、じゃあ、メルカリとかで買おうかと思ったら、実際今、銀って大体100円ぐらいなんですよ、グラムなんですが、実際そのメルカリで買おうと思うと、例えば1キロのバーが15万円、だから1グラム150円、1.5 倍のプレミアムがついてたりとか。で、貴金属店もですね、実際そのバーを買うにはですね、加工賃プラス手数料みたいなので、実際2万円ぐらいですかね、ついたりするので、結局2割ぐらいのプレミアムがついてしまうっていうことで、投資には向いている商品とは思えないんですけど、ちょっとなかなか買えないなっていう状況が改めてですね、欲しいなと思ってから分かったっていう状況になってます。で、じゃあどうやって手に入れるかっていうことなんですけども、いろいろ調べてたらですね、そのいわゆる金属系の YouTuber の方が見てたら、銀製品とかを集めて、伊島貴金属店っていうお店があるらしくて、そこに出して精錬と加工をやっていただくと、いわゆる純銀のインゴットを手に入れることができるというのがあるみたいで、結局そこもですね、精錬費用と加工賃払って数万円払うんですけど、それでインゴットを手に入れるということになるので、ちょっと今後ですね、一旦メルカリとかで、含めてヤフオクもそうですけど、純銀製とか銀製のものをですね、かき集めて買いまくって、でそれをですね、その伊島貴金属店に送って純銀インゴットを手に入れてみたいなというふうに思います。ちょっとこの完全にですね、腕時計とも全く関係なく、単になんか面白そうだなっていう自分の趣味のレベルでですね、でかつ投資でも儲かりそうにもないようなものなので、ぜひエンタメ感覚でですね、どうなんだろうみたいな感じで、ちょっと興味ある方だけですね、見ていただければなというふうに思います。はい、ということでですね、ちょっとまた気になる点とか勉強をいろいろしてみてですね、多分改めて学ぶことがたくさんあるんじゃないかなと思いますので、引き続き動きあれば動画させていただきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。